はい、ということでやってまいりましたムッシュのご自宅、ようこそよろしくお願いいたします。ようこそおいでいただきました。いやもう お邪魔いたします。これキッチンスタジアムじゃないですよね。ないですよね。すごいんですけど。で今回はですね、あの僕の方のチャンネルでは、ムッシュからこうステーキの作り方を教わったんですけれども、今日はですねなんと僕がボロネーゼを作るという企画になっておりまして、めっちゃ楽しいいやもうプレッシャーしかないんですよねもう寝れませんでしたよ。いや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 、もう昼寝してたでしょいや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 でもムッシュにこう自分の作った料理を食べていただく機会ってなかなかないと思いますので、今日はもう僕も楽しみながら料理をして味わっていただきたいなと思います、はい、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい。ボロネーゼなんですけれども、今日はですね香味野菜は玉ねぎと人参を使っていきます、はい、はい。でじゃあまずはちょっと野菜カットしちゃいます。はい、はい、家庭用ですけど、はい、すみません、ありがとうございます。お借りいたします。かなり切れます。あもうなんかいやこれはね貴重だな、ムシの家の。あ切れる、すんごい切れる、包丁使えるなんて。やっぱりこう人の仕事を見てると楽しいね腹減るねいや彼は本当にあの僕今回初めて知ったんですけど、はい、やっぱ第一いいのはやっぱ人柄がいい。いや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 、人柄がいいんで、もう本当僕も助かっております。いやどんどん、もうとんでもございません。昨日でもあのムッシュのあのお店で撮影だったじゃないですか。もうムッシュがこう来てくださってからのこの現場のこの和やか感がすごいんですよね。もうね楽しんでやることが一番です。いや本当に。プレッシャーがちょっとやっぱりこう包丁の音がいいね、トン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 とリズミカルに。いやでも包丁の音ってすごくいいですよね。そうですよね、心地いいですよね、はい。昨日あの YouTube で、あの料理の鉄人のムシの多分一番最初の戦いの、はい、いいショック。あそうですそうです、画期対決。はいそうです、それちょっと見ましてもうあのポロネギの千切りのシーンがあったんですけど、ね、そうそう美しくて、いや本当もうあの包丁ってやっぱりこう研いでおかないとね、そうですね、うまくこうあの進まない時いっぱいあるけど大事ですよね。でも、包丁のいやあの人参が本当にお豆腐なんじゃないかって思えるぐらいあのサクッと切れます。だからもうあ小林さんに、なんでこの包丁は切れないなって言って嫌だからさもう研いでたっす。いやでも本当に切れますやっぱり道具のこのメンテナンスはすごく大事ですか。そうですね、はい、あの僕はこの世界に入って一番初め買った包丁今でもあるけど、はい、もうこんなんですよ。もう全部コーティングしちゃってもしまってあります。あそうなんですね、はい、へー、人の仕事見れて楽しみだねいやこんなに緊張したことないな本当にあの緊張はあの蚊取り線香だけで大丈夫ですいやでもこんな感じであのもう昨日からすごく現場和ましてくださるんですよでもムッシュはこの現場のこの空気を作るのすごくお上手ですよね。いやもう本当にあの、はい、スタッフはあってことだから、あもうお店もあのスタッフあってのことだとおっしゃいますし、撮影の現場もそうなんですね。そうです。あの本当こう裏方さんがいなきゃね、はい、どうにもなんないんで、そこら辺はもうきちんとケアしていけば、はい、みんな笑顔になります。え自宅って どんくらいの席数なんですか、そのあのお店って。あお店は結構小さいので、うん、30席ぐらい。ああそうですか、はい、ちょうどいいね、そのくらいがね。そうですね、そうそう。いやもうそれ以上になっちゃうとちょっと僕のあれでは、うん、ですよね、はい、むしろあのこう休日とかご自宅ではスパゲティパスタなどは食べられますか。たまにやりますよ。あそうなんですね、僕カレーの大好きなんで、もうやるのはペペロンチーノ弁当では、香味野菜カット終わりましたので、あとは今日はお肉も用意していただいております。今日ボロネーゼを作っていくんですけれども、こちら これ合いびき、
これ合いびきですよね。なります。で今日の作り方はですね、ワンパンということで、もうフライパン一つでソースを作って、でそこでもうスパゲティも茹でていっちゃうと、思います。では早速、ソース作りから、じゃあむしこれをお借りしてもいいですか。どうぞ、失礼します。とフライパンにオリーブオイルを、オリーブオイルを適当に入れます。適当に入れます。適当に入れます。ちょっと、あ、すみません、ニンニクもあります。ニンニクもちょっと入れておきます。すごい立派なニンニクですね。ねえ、本当ですよね、すごい立派。僕もニンニクは好きなんで、もう必ずもう、剥いて、もうカップに入れて保存しておくんですけども、やっぱりイタリアンでこう、ニンニクってすごくやっぱり貴重ですよね。そうですね、ニンニクよく使いますね。特に日本で作るパスタ料理は多いと思います。そうですよね、で少し沸いてきたら、香りを引き出すためにちょっと弱火に落として、じっくりと。ここがコツだね。あ、そうですね、一気にやっちゃうと香り出ないですね。そうですね、もう焦げ臭しか残らないですもんね、ちょっとフライパン鍋底扱ったんで見やすいようにということで、ムッシュがフライパン用意してくださったのでちょっと変えていきます。いい香り。いや、ニンニクの香りってすごくいいですよ ね食欲をそそるというか。うっすらときつね色になってきましたら、ここで、香味野菜を加えていきます。はい、ご自宅にすごくいろいろ食器とかありますけど、これやっぱり海外行かれた時に。そうですね、もう特に海外行った時にこう気に入ったものは、僕のコレクションの国産人形とかね、ああいうのとか、あとそっちにあるコーヒーカップはもう喫茶店ができるぐらいの数ありますから。いや本当に、俺は死んだらどうするのかなって言ってますけど。いや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 。で少し香りがちょっと出てきたあたりのところでお肉も加えていきます。まあ、通常の、通常のというかボロネーゼ作るときは、お肉の香ばしさを出すために、鉄のフライパンなどでしっかり焼き色をつけて、作ったりするんですが、今回はもう、フライパン一つで作れるようにということで、そうですね、本当こう、一つか二つでこう全部料理が仕上がるというのは、一番そうですよね。そうですね、それもそれで、作りやすくなってハードルが下がると、ダメですけどね、もちろん。そうですね、でも僕が修行時代も例えばイタリアンだと落合シェフとかのもう料理講習会に行ったりとか、でこのボロネーゼなんかも、もう落合シェフのやり方を僕は勉強してとやってきてますので、もうムッシュはもうシェフと落合シェフとも、そう、彼とはもう本当ね仲いいんで。そうですよね、いろいろ交流ありますけども、やっぱりこうイタリアンとこうフレンチのはやっぱり、料理のジャンルは違うけど、やっぱり気持ちは同じですからね、美味しいものを作ろうという気持ちはね。そうですね、同じですから本当。料理ジャンル問わず、むしろいろんな料理人の方とも交流がありますもんね。そうですよね、特に、僕陳さんとはもう中国も15回ぐらい一緒に行ってるんで、すごく行ってますね。だからいつも陳さんがフランス料理やってるのに、中国をこんだけ行ってるのはむしろだけだよ。そう、中国料理がお好きなんですか。そうですね、僕辛いのも大好きなんで。なるほど。
中国行ったらもうあの陳さんあの、はい、中国語喋るんで、あのゴルフ、まあ、あの目的はゴルフなんだけど、はい、ゴルフ終わった後のやっぱ食事はねすごい楽しみだから、あもうゴルフと食事とそうそうそう最高ですね。そうです、15年間やりましたよ毎年。あ、そう、うん、もう高齢だったんですね。そうそう高齢だったんだけどコロナに行けなくなっちゃって、もう早く落ち着いてほしいですね。そうですよ、でこの香味野菜とお肉のこの炒め方というか、うん、この具合はもうお好みでやってください。もうしっかり、コクのある濃い形が好きだったらもう、もっとねしっかりとソテーしていただいて、なるほど、はい、まあ、あっさりめが良ければもうこのくらいで大丈夫です。ここに赤ワインを加えていきます。ああなるほど、はい、あお腹すいて朝飯食わなかったからよかったな。ムッシュの朝食って和食が多いんですか洋食が多いんですか。和食が多いですね。和食なんですね。うん、僕暇な時もでっかい鍋でポトフ仕込んでおきますから、はい、あそうそうなるほど、栄養も取れるしいいですよね。そうそう、で夜帰ってきてからもねそんなこう、はい、食べても腹にたまんないし、あそうですね、やっぱり体のケアって結構気をつけられてるんですね。大事ですよね、はい、もうムッシュの家はですねあの筋トレができるようにいろいろあったんですね。そうそうそうバーベルとかやってますよ毎日。やっぱり30分ぐらいやってからこう振る合いですけどね。あ30分ででも結構ですね。一人でやると結構長いと思います。長いですよね、はい、赤ワインを加えたらですねこのまんま、まあ、中火から強火ぐらいの火加減でもう水分がほぼなくなるまで煮詰めていきます。あーもう長すぎ今こう自分の店でもこういう、はい、例えば料理教室とか、はい、そういうのやってらっしゃるんですか。そうです、まあ、それこそでもコロナになってから開いてないんですけれども。あなるほど、ね、それまではあのご近所の方を招いてなどはやったりしました。いいね、それはやっぱりこう地元に密着する一つの方法だもんね。あそうですね、うん、いや楽しみだな、3月絶対行くぜいやもうぜひぜひお待ちしております。ほんと、いやでもあのムッシュが3月お店行くよっておっしゃってくださってるんですけどもう予約しないで行くからっていうかそれはやめてくださいって予約しないで突然近くまで来たからさってわざと言ってもうバタバタですよ。そしたらムッシュ来るよっつって、で、水分がほぼ飛んできたら、はい、結構パチパチとした油と水分が跳ねる音がしてきますのでそのぐらいになったら OK です。ああなるほど、はい、そしたらトマト缶ですね、トマト缶を入れていきます。全部入れるとちょっと多いと思いますの で, です、ね、このくらい。これ国産？これ国産、あ、いやこれは輸入元がどこだろうな。あ、イタリアですね。あ、そうですよね、はい、おトマトの子トマトって意外とこう監修はするんですけども、はい、あんましないですよね。あ徐々に出来上がりつつありますそうですね、でこのまま、若干ですね煮込んでいきます。で通常のボロネーゼソースの場合はここで煮込んで、まあ、調味をして、うん、でソースはソースでこれで完成なんですけれども今日はワンパンパスタということなので、はいはい、まあ、1人前分量ぐらいのソースの中でお水を加えてでパスタも一緒に茹でていきます。あ、はい、なるほどなるほど、まあ、一人暮らしの方とかはこう作りやすいのかなと。ですよ、ね、そうですね、うん、ムッシュはこれからあのオンラインでまた配信されていくと思うんですけれども
まあ、今年はどんな料理を作っていくとかありますか？どんな料理ですかね。もう向こうがいつもテーマ出すんで。あ、そう。もう指示をされてるんですね。そうなんですよ。もう、もう今回は、次回はじゃあ、足の干物と味噌汁だななんてかさ、やっぱりこう あんまりこう家庭で作ってみあこれはちょっと無理だなと思うんじゃなくて、はい、ちょっと頑張ればできそうかなって、ね、やっぱりメニューの方がこうあの皆さんにはこう喜ばれるんで、あんまりプロ意識しちゃってこうやっちゃうと、はい、なかなかやっぱりね、そうですね、厳しいし、だからこう例えばフォアグラとかキャビアとかできるだけも使わないよね。でもこうバミセル の冷たいパスタにキャビアダーンと美味しいですよね。そうですね、そうですね。そう、で不思議なもので、お腹あんまり空いてなくてもこの料理の香りを嗅いだらちょっとお腹空いてきて、そうですよね、ありますよね。本当やっぱそれがやっぱり料理のなんていう その香りと食感と見た目とという部分では、はい、うん、大事な部分だと思いますよね。そうですね。で、だいぶ水分も飛んできましたので、ちょっとですね、これ1人前だと多いので少し、取り分けます。なるほど、では、完成したこのソースに、お水をですね加えていきます。あ、そこに直接、はい、もう直接加えちゃいます。で一度強火にしてここで沸かしていきます。はい、はい、むしろパスタいろんな種類あるじゃないですか、ペンネとか。なんか好きなパスタなんかありますか？僕はバミセリア好き。あ、細いやつが、じゃあソースもあっさりめの方が好きですか？あっさりめで、はい、ガリックがガチッと効いたやつ。うーん、あ、チーズパンパンです。あ、美味しそうですね。こうあんまりこういろんな具材を混ぜるよりはもうその方がいいですね。うん、これからだったら季節だったら菜の花、はい、大好き、ほろ苦いところがね、あ、菜の花ペペロンチーノ、うん、そうです。じゃあ3月期待してて。しっかり書いとかないと。この待ってる間がね、何ともね、はい、言えないんですよね。そうですね。そう、こうここもあの番組をやってた頃はもうそんな暇ないですから、もうガンガン沸かしてガンガンやっちゃいなということですけれども、そこから仕上げにこう入るときに調整していかないと。あの番組で相当鍛えられましたよ。1時間であの品数ですもんね。本当最低4種類ぐらい作ってましたからね。もうすごかったですもんね。あれやっぱり番組のその演出上そうじゃなくて、本当にもう1時間できっちりやらないとダメなんですね。そうなんですよ、認めてくれないですよ。こんな間に合わなかったらもうそこらにあるケチャップで、あ、そうしたらケチャップかけないと。で沸いてきましたので、ここでパスタを加えていきます。はい、もちろんこれ今日は長いので、あ、ごめんなさい、今日はですね、このフライパン割と大きいのでこのまま入れちゃおうかなと思います。あ、なるほど、はい、もし入らなかったら半分に折って、はいはい、入れてください。はい、こうパスタってやっぱりこう、はい、なんていうの、茹で加減も大変だし、うん、そうですね、そこら辺がこうきちんと自分で理解してないと、はい、なんだパスタだけどうどんになっちゃって。そうなんですよね。あ、そうだ、で大事なちょっと一つポイントなんですけれども、だいたいですね、200cc ぐらいのお水を加えたんですが、 200cc のお水でだいたい 80g から 100g ぐらいのパスタをこう煮込んでいただくと、だいたい6分ぐらいで水分なくなるんですよ。あ、なるほど、はい、ただ、まあ、そこら辺ご自宅のガスの火力によってちょっと変わってくると思いますので、まあ、一つ目安で6分ぐらいね。そうですね。お、入りました、入りました、入りました、無事に、なんとか。
これでパスタって大きさはいろいろあるけど、はい、長さって大体みんな一定してますよね。あ、長さはそうですね、大体一定ですよね。これ何センチぐらい？何センチですか？わかんない、そう30はないですよね。あ、24センチです。24センチムッシュの今測るよいやもうムッシュが読んで24センチですまあ今日はあのワンパンということなので、まあこんな感じで作りますけれども、やっぱりパスタの食感すごくこだわりたいということであれば、もちろん別であの茹でてからはいの方がやっぱりいいとは思います。あとですね、例えば4分ぐらいで茹でられるようなパスタもあるじゃないですか。あ、まあ、そういった時にはこれ細いんだ。ちょっとそうですね。あ、なるほど。だこの場合はですね、そのここで6分7分火をかけちゃうともうあのデロデロになっちゃいますので、はい、だから使うパスタもワンパンで作る場合は6分7分ぐらいの茹で時間のパスタを使ってください。あ、なるほどね、はい。それこそあの鉄人時代って同時にこう進行していくじゃないですか、ええ、やっぱりじゃあもうその後ろで火がかかってる音も聞きながらっていう感じなんですか。そうですよ、もうあの一度にもう何アイテムのあれも見とかなきゃいけないんで、はい、今完璧に見るわけじゃないからね。そうですよ、スイッチ入れていたはずが入ってなかったりとかね、はい、あ、いやでもなんか視聴者としてはですね、そういったあのハプニングもありつつ、そこをどうリカバリーしていくのかっていうところも、ハプニングばっかしですよあ、そうなんですね。そう、へえ。でですね、もうこれ今こんな感じなんですけど、ちょっと硬いんですよね。硬いんだけど水分ちょっとなくなってきちゃったので、ここがこの火力ですね。火力で若干、はい、差が出てきますので、ちょっとお水足します。あ、ごめんなさい。やっぱじゃあのこうお茶屋との付き合いが結構お茶屋との付き合いが多いんだけど、はい、初め彼が帰った来た時に、はい、初めてこう。やってたお店でこうパスタ出すと、はいはい、お客さんはいつもなんだこれ生じゃんかよ、もうちょっと火入れるよってこう、声が結構多かったらしいんですよ。でもそれをもう固くなに、はい、そう、変更しないでアルデンテに仕上げる、アルデンテに食べることが一番ですよということを説得して、やっとなんかね分かってもらったって言って、まあ、あのオーナーもいいんだ、お前のあのスタイルでいいからやれって言われたらしくて、初めだから大変だったみたいですよ。いや、そうですよ ねこれ生じゃんまだって結構言われたのは芯が残ってるよって。そうですよ ね今じゃお店の方はこう、なんていうの、スタッフを何人だってずっと休みやすとか。そうですね、定休日が月曜日になってました。はい、じゃあ土日は？土日はもうみんな全員、まあ、全員といってもうちのお店で、全員で5人しかいないので。予約、土日予約取れなかったらどうしよう。もうあのオープンする前に待っとくんだな扉で並んで。いやもう騒然としますね。そしたらあれムッシュじゃないってなりますよ。大丈夫、あの、はい、変装していきます。変装してこうやってサングラスかいてマイスしてはほとんど分かんないいやでもやっぱオーラがありますからね。いやバレちゃうと思います。で、あとはですね、ちょっと硬さを見ながら仕上げていってください、うん、で、だいぶもうあの仕上がり近づきましたので、あとは調味をしていきます。はい、ちょっとブラックペーパーお借りします。はい、これこのまま、あー、こうなんですね。あー、すごい、めちゃくちゃおしゃれですよこれありがとうございます。これやっぱ店には置けないですよね。ああ、そうですね。塩とペッパーで少し味をつけていただいて、で最後に、粉チーズも加えていきます。
で粉チーズはですね、これあのいろんな種類があると思うんですよ。緑の缶のやつとか、あ、はいはいはい、あると思うんですが、まあ、例えばグラナパダナとか、パルミジャノレッジャーノとか、うん、そういったチーズだとすごい旨味が強いので、うん、結構チーズによってですね、この仕上がりの味変わりますので、はい、そこら辺こだわっていただけると美味しく作れるかなと思います。なるほど。チーズは結構たっぷりめに、でチーズを加えたらもう火は消しちゃってください。かなりチーズ入りますね。そうですね。うまそう。あ、開けてからまだガツンやっちゃうんだよでは、盛り付けて、あ、はい、うわー緊張するなこれは。うん、野菜の食感もいいですね。あ、本当ですか。ボーノボーノ、いやいや、ありがとうございます。ボーノボーノ、うわ緊張する、本当に緊張するじゃあ盛り付けていきます。はい、はい、ちょっとシェフがお腹空かせてでも包丁とか右なんですよ。あ、はい、ここくわくわ、で盛り付けましたら最後にまた粉チーズをちょっと加えて、 あとお好みでブラックペッパーも加えてください。あと今日は、イタリアンパセリですね、もう用意していただきましたので、はいはい、こちらも少し飾って、イタリアーノということで、ワンパンパスタボロネーゼ完成でございます。拍手。ありがとうございます。うわ、うまそうむしろ、ちょっと実食をよろしくお願いいたします。ありがとうございます、はい、今日はこう作るパスタっていうのは、はい、やっぱりこう、なんて見ててやっぱりスムーズですよね。あ、そうなんですね。そうそう、一つのフライパンでこうどうやって仕上げようかっていう部分を考えると、はい、普通はこうパスタパスタ入れんだろうと思いますけども、まあ、そこら辺がその本当にこう家庭に馴染みやすいものだと思うんですよ。ございません。大丈夫かね。いただきます。はい、もうむしろこう食べていただいているっていう、もうこれがですね、ちょっと僕にはもう信じられないぐらい本当に光栄なことで、まあ、ということでですね、はい、今日は、むしろにまあ、ボロネーゼを作ってこう食べていただきまして、で、まあ、今本当に、ね、いろんなありがたいお言葉をいただきましたので、もうこれを胸に明日から僕も頑張っていこうと思います。もう本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。